言いたそうだな。前にも言ったろ。約束するってばよ。絶対勝つ。自分を信じきっている目だ。まるで気負いがない。さっさと始めようぜ。では第一回戦始め。よく見ておけ花火。ヒューガの決定限界をあれほど色濃く受け継いでいる者もおらん。バカ、正面から行くやつがあるか。ダメ、ナルト。伝結が見えるのよ。やべえ。したか。分かっただろう。お前に勝ち目は。おめえの力を確かめただけだ。本当の戦いはこれからだってばよ。揚げ分身の術。面白いやつだ。影分身は常人レベルの術って。だが所詮本体は一つ。へっ、強がるなってばよ。来るなら来ればいい。おい、俺を甘く見るんじゃねえぜ。後ろにも目があんのか。おかげになるか。これじゃ無理だな。なんで、なんでいっつもそうやって決めつけんだってばよ、てめえは。おかげに選ばれるのはほんの一握りの忍びだけだ。もっと現実を見、運命でそう決められているんだよ。ただ一つ。あの目、やはりまだ宗家を恨むか。だから何だってんだ。俺は諦めが悪いんだってばよ。影分身の術。捕まんねってばよ。分かってんだよ。数が最も少ない一体。お前が攻撃すればするほど。だから勝手に決めんなって言ってんだろうが。そもそもこっちは玉砕覚悟で突っ込んでんだってばよ。そら、あれは、勝ったと思ったか。なんでナルトのパンチは当たったはずよ。回転、なめんなよ。ここからネジの防御法八化粧回転は始まるのよ。くそ、これで終わりだ。俺の八化の領域内。八化六十四章。八化三十二章。九十四章。
終了だな。全身64個の点血をついた。お前はもう立てもしない。悔しいか。変えようのない力の前にひざまずき、己の無力を知る。いいんだって。バカな。もうやめておけ。これ以上やっても同じだ。別にお前に恨みはない。うるせえってばよ。全部見透かしたような目して、あんなに頑張ってる日向のことを。前には関係のない話だ。そんなの知んねえけどな。他人を落ちこぼれ呼ばわりするクソ野郎は俺が絶対許さねえ。いいだろう。そこまで言うなら教えてやる。ヒューガ宗家には代々伝わる秘伝忍術だ、呪忍術。その呪いの印は、カゴの中の鳥を意味し、逃れられない運命に縛られた者の証。なんだ？その印が。4歳のある日、俺はその呪忍術により、この忌まわしい印を額に刻まれた。宗家が結ぶ秘印は、分家の者の脳神経を簡単に破壊する。殺すことも容易だ。そしてこの呪印は死んだ時のみ消えてくる。俺の父親は宗家に殺されたんだ。そこで運命はすでに決まっていたのだ。そしてこの試合、お前の運命も俺が相手になった時点で決まっている。お前は俺に負ける運命だ。絶対にな。そんなもん、やってみねえとわかんねえだろ。お前が昔、父ちゃん殺されちまって、どんだけ辛い思いしたか知んねえけどよ。救えない奴だ。試験か。逃げねえ。それが俺の人道だ。聞いたようなセリフだな。お前みたいな運命だなんだ、そんな逃げ腰野郎には絶対負けねえ。一生拭い落とせぬ印を背負う運命がどんなものか、お前などにわかるものか。ああ、何？こいつ。てめえだけが特別じゃねえんだってばよ。お前の64の点血はもう閉じている。当分チャクラの使えないお前がどう戦うつもり？絶対お前倒して、それを証明してやる。お前はチャクラを2種類持っとる。そうだ、九尾のチャクラ。あれはクソギツネ。力を貸しやがれ。お話はここまでだ。こいつを殺すつもりでやる。止めるなら自由にやってくれ。無駄だと言っただろ。無理だ。献血をついたんだぞ。どうしてそこまで自分の運命に逆らおうとす。落ちこぼれだと言われたからだ。バカな。チャクラが漏れ出している。どういうことだ。こいつ
何者なんだ。バカ、転結を突かれてるんだぞ。このチャクラ間違いない。キューピ、いつの間にキューピのチャクラ。行くぞ。なんだあれは。あれがチャクラなのか。感じる。スピードが上がった。どういうことだ一体。お前、鉄拳戦には自信が。ヒューガの憎しみの運命だかなんだか知ねえがな。ヒューガを変えてやるよ。なんてチャクラだ。あのガキバカ力出しやがって。ねえ、どっちがナルト。そんなの私もわかんないっての。俺くん、悪いがこれが現実だ。これで本当に終わる。体が。影分身を穴に残して正気を見出した。こいつはそれを分かってる。しかも天然だな。あの状況でとっさに影分身を。お前の得意忍術か。迂闊だった俺って。はアカデミーの卒業試験に3度落ちても悪く、卒業試験に出る忍術のテストがいつも決まって、俺の一番苦手な忍術分身の術は俺の一番苦手な忍術だったんだ。運命がどうとか変われねえとか、そんなつまんねえことメサメサ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。勝者、渦巻ナルト。